これまあ海外の視聴者の方とか結構多くて登録者で、ああそうなんだ。から半分英語でやってんの、ね、前編は日本語で、うん、後半英語でっていう感じでやってるから、うん、英語いけるよな。英語まあまあ英検3級は持ってる。じゃあ英語ちょっとお願い。オッケー。うん頼む。はい。じゃあ撮ります。はい。はい、はい、始まりました。どうもこんにちは、ゲストのケント君です。ケントです。お願いします。お願いします。今テニス終わってね、お風呂入って、うん、で、僕の実家の方に来ております。失礼しました。で、彼が何者なのかと、そもそも、うん、まあ、テニスプレイヤーなのか、テニスコーチなのか、それとも実業界のテニスをしてるだけなのか、何なんだと、いうことを気になってる方が多いかなと思うんで、はい、実は、彼は、はい、保険屋さんです。はい、はい、テニス関係ないのよ。これ持ってきたんですよ。はい。お。人生ゲーム。大好き。保険屋さんと人生ゲームしようぜっていう。だって保険ってやっぱ人生設計を考えるお仕事じゃないですか、うん、そうね、まあ、プロですからでしょ、はい、でお金のこともファイナンシャルプランナーとしていろいろ相談できると、はい、うん、これはこれ多分バリ強いと思う。いやまあそうですよね、うん、まあ、余裕でしょ。お金のプロとこの人生設計の勝負をすると、そうするとまあトモキは今21、はい、僕29で彼は同い年なんですよ僕とね、はい、ってなると多分順位は、まあ、僕らは前言って人生経験ありますからこの順番ちゃうかと。なるほどね、まあ、その考えでいけばそうなるでしょ、うん、はい、総資産も多分この順番ちゃうかと、うん、はいはいはい、思うわけですよ、はい、なのでやってみようかなと。あ、ぜひぜひ。思うわけです。どうですか意気込みは。逆にいいんですかこんな、なんかこう はい、まあまあまあ、はい、ということで、まあちょっとまず軽くルール説明からいきますか。はい、はい、まずね、まあみんな誰かわかると思うんですけど、ゲームの流れ、1、じゃんけんで銀行を1人決めます。銀行側各プレイヤーに5000ドルずつ配ります。銀行側になったプレイヤーが時計の順番で自分の自動車の駒を決め、ゲームを進めますと。で、2番、自分の番になったルーレット回します。3番、出た目の数だけ自動車の駒を進めます。自動車駒なんや。あ、そうだね。はい、4番、止まったバスの指示に従います。で、これ234を繰り返すと。で、職業、あ、じゃあ就職、ランクアップ、転職のマスっていうのがあって、止まったマスの職業に就くかどうかを決めます。気に入ればその職業カードを取り、青い面を上にして手元に置き、次の給料日のマスに自動車を駒を進めてカードに書いてある金額の給料をもらいますと。で、ランクアップができる駒に止まった場合は、そのマスに従い職業についてプレイヤーは職業のランクアップで、フリーターは就職ができますと。転職ができるマスに止まった場合は、そのマスに従い職業についているプレイヤーは転職、フリーターは就職ができますということですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、全員がゴールしたら終了。持ってるお宝カード家を清算し、プレイヤーごとにお金を計算して、一番金額が多い人が優勝です。これ速さじゃないですから、金額が多い人が優勝ですから。で、2位以下も金額で決まります、はい、ということですけども、まあちょっとやっていきましょう。はい、ではこれじゃんけんで、まず銀行員を決めましょう。はい、あ、そうすか。最初はじゃんけん、ほい、おー、俺や銀行員。じゃあ砂時計回りでいきますか。はい、立て立て頭の回転が時計回りでいきますね。はい、はい、8、でかいな。これ黒です。あ、ちなみに僕黒です。で、ケンティが赤ですね。はい、で、トモキがこの緑っぽいやつですんで、はい、じゃあ8出ましたんで、1、2、3、4、5、6、7、8、10位になれる。気に入れば職業カードを取って3マス進む。すごくない？僕は10、なんか嫌な顔してる。10位になりました。結構いいんじゃない？年収高そうね。うん、10位。はい、ほう。で、給料日になりました。このマスに止まるか通ったらダイナミックカードを1枚もらう。はい、で、ありがとうございます。で、5000ドルで生命保険に入れる。はい、そりゃ入るべきでしょ。生命保険にまあ5000ドルで加入。うん、保険いる？保険はいるでしかないやろ。もうこれ俺全部入りたいもんなこれ残念ながら。ということで保険屋さんに、はい、言われたら保険入ります。5000ドル払いましたんで、はい、ありがとうございます。はい、
ご加入ありがとうございます。ありがとうございます。これ毎回でもこれ回してってやってた。地獄ぐらい時間かかりますけどもね。これまあ回すか代わりに。まあでも定点取ってるからもう。まあまあまあ。お、9。すごい。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい。何でしょう。秘書。気に入りましょう。お、秘書。秘書。あら。あら給料ね。給料いい。めっちゃええやん。10位と一緒や。俺と一緒や。ほらもう秘書になりますわ、もちろん。はい。その医師免許資格持ってる人間と同じなんや。ね、すごい。はい。この女に変え、女の人に変えといた方がいいか、これ。いやいやいや。本人は男ですから。これ、ダイナミックカード。はい。どう？ちょっとないと色渡したんで、あ、保険入りますか？保険、もういいんちゃいます保険。入らん方向で行ったら君は。ねえ。いや、その分、あれで、枠1個余るからさ、ありがたく入らせてもらうけど。あ、その枠とかいう話。そう。入らんでええんちゃう？いや、万が一のこと今からありますからね。入らんでええな。なんかあったらな。保険なんか入らんでええな。保険、もう保険なんか入らんでいいんすか？大事な家族守れますか、それで。守れるな。家族なんか作らんな。いや、そういう話すな、ほんまもう。やっぱ保険入った方がいいですか？入らんで。じゃあ、ケント回してください。よし。4。あ、じゃああるんちゃう？嘘。1、2、3、4。声優になれる。一番遠い。ひねれば、特殊カード、なったろうじゃねえか。一番遠いやろ、声優。今。え？ちょっと待って。声優給料2万ドル。ちょっと待って。もうすでにいいやん。ふざけやがって。よし、声優になります、僕。2万ドルです。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと声優入りますか。圧倒的に入ります。じゃあ、5000ドルください。はい、すいません。あ、それ、あ、そうこれしかないんですよ。それはあります。あ、ごめんなさい。すいません。ポンコツ具合がちょっとバレ始めてる。はい、よっしゃ。はい、ありがとうございます。よっしゃ。僕ですね。まあ、こういう感じで、ちゃちゃっと進めていくんで。もう早送りや、こんな。よし、なーさい。五。お、結婚じゃ。パートナーを乗せる。パートナーはどこに乗る？俺のパートナーはどこに乗る？ケントの場合いません。はい。今独身です。え、結婚祝いもらえるやん。ラッキー。え、あげへんよ。女性で、女性でいいですか？うん。今のところ。やめよ、そういうセクションで。あ、それカット対象になる。花瓶ですからね、今ね。今のところ女性で僕は大丈夫です。肌とかでかも。取れへんの、まあ、それもありますから、物と結婚するのは全然あります。おい、え、あ、パートナー乗せてない俺。大事なパートナー乗けてあげて。出来婚じゃなくていいんですか？出来婚でええの逆に。有利やん俺。これは決してあの女性に運転させてるわけじゃなく、僕外車乗ってるんで左ハンドルにしてるだけです。わけわからない配慮してんじゃないですか。まだトントンですけどね。1、2、3、4、5、6、7。お、16万もらう？え？州知事になろうかなって軽く言ってみたんですけど。は？って来ただけなんですけど。どういうこと？どういうこと？州知事になろうかなって軽く言ってみただけなんですけど、16万ドルってなったことや。すごいな。適当すぎ。だめ。適当すぎやん。それから俺、トモキで最後ケントという形で、はい、結果発表です。結果発表へ。はい、僕はですね、お宝が2個ありました。これ100万ドルの夜景と高速ロケット60万。これ全部合わせてですね、287万1000ドル。お、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあちょっとクリニックの院長でね、なかなかあれたんですけど、まあしっかり生命保険も入って、うん、子供も養い、そして、殺すことができました。いい人生だったと思います。はい、僕はですね、まあお宝で言うと、ケントさんからね没収したこう魔法瓶と、はいはい、あとこの神盛りドラゴン、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 ドラゴンを含めて、全部のまあ財産がですね、はい、233万ドルでございます。おーい、はい、
ちょっとまあ秘書ね。ね、秘書で秘書からまあアップデートされて、はい。うわ、政治家。妖艶ですね。美しい、なんか肌の色ちょっとよろしくないですけど、はい、なんかね。ちょっと悪い。ドラキュラみたいな感じですけど、まあでも結構政治関係のねお仕事をね州知事になったりとかでいろいろあったんですけど、まあまあまあお金がね。手に入ったんで、まあ、生命保険は入ってなかったっすけど、はい、まあお金はまあ手に入ったんでいいかな。ね？そう、1位だったらまあ1位だったらさっきの順位通りですから、はい、そうです、ね、さあ、じゃあこっちからちょっとどうですか。はい、保険屋さんの実力はいかに。はい、よろしいですか。はい、お宝じゃあ、はい、お宝は、惑星と透明スーツとサラブレッド、やっぱバルシーになったんですよ、僕、うん、なるほど。はい、アイドルやりながらね、はい、あんまりいないと思いますね。いい人生だ。いい人生やと思います、はい、ほんまに。で、まあ総資産額がですね、はいはいはい、1,336,000円でした。というわけでケントの紹介をちょっとさせていただきたいなと思うんですけども、はい、まあ、保険屋さんと言いましたがいろんなことをやってまして、はい、まあ、テニスのコーチ的なこともやったりとか、はい、あと合コンとか、はい、マチコンの主催もそうですね、やってますね、やったりとか、はい、あとボイジャーラウンジってねバーで、はい、バーというかミュージックバー、そうです、新生橋にあるミュージックバーで、はいはい、何時から何時、週1回だけ水曜日の夜9時から12時までバーテンダーやってます。やってるので、はい、まあ、そこに行けば会えるということです、はい、まあ、いろいろね手広くやってるので、はい、ぜひね、あのご興味ある方は、まあ、会いに行くなり、はい、SNSこう DM とか送ったら全然 OK なので、はい、お待ちします。概要欄に載せときますんで、はい、SNS なのでぜひチェックしてみてください。まず名刺もね、はい、こんな可愛い名刺をこの間、はい、あの町の保険屋さんという形で日々活動してますので、もうぜひぜひあの保険の見直しだけじゃなくて、まあちょっと飲んでみたいとかって思ってくださった方は、はいはい、気軽にインスタグラムで DM お待ちしてます。ほんまに心の底からいいやつなんでね。ありがとうございます。中に僕のあのああこれね、あの僕の名刺なんですけど、あの和樹くんの紹介もちょっとしたくなっちゃって乗っけてます。ありがとうございます、はい、あ、この名刺欲しい方、あの和樹くん経由 で、ね、はい、後ろあのスタンプラリーになってるんでね、あので、これあの僕に会うたびにあのスタンプが溜まっていく方式なんですけど、10個貯めてくださった方を集めて今後オフ会とかを開こうかなと思ってます、はい、僕と10回ぐらい会ってくれて相当な変態だと思うんで、はい、なるほど、はい、はい、ぜひ、はい、ぜひぜひ直接もらってください。はい、お願いします。ほんまにケントはね、あの僕去年の10月11月ぐらいに、まあ、傭兵の結婚式沖縄で出会ったんですけど、うん、そっからも、まあ、同い年ってこともあってね意気投合して、うん、なんかね、なんていうの、いろんな人がいるじゃないですか。もう僕いろんな人に会ってきましたし、いろんな人と喋ってきたけど、こんなにもね、なんていうの、悪意のない人間っているんだなという、本当になんかね、悪がないよね。なんか自分ぐらい分からへんから。悪がない。なんか本当に、なんていうの、こうしてやろうとかで影の裏のなんて考えみたいなのって人なんか少なからずあると思うんですよ。まあ、こうこうこうなってほしいからこういう発言をしたりとか、こうこうこうなってほしいからこういう行動をするみたいなのがあると思うんですけど、まあ、彼にはそれを感じないですね。ありがとうございます。もしあのいろいろ考えた上でやってるんであれば相当高等な高等な人間か、ものすごいピュアな、すごいいいやつかのどちらかだと思うので、まあ、どちらにせよね、あの優れた人間であることに変わりはないと思うので、ね、ありがとうございます。ぜひ、ね、一回やってみてください、はい、もうまあこの動画でねどれぐらいオーラが伝わるか分かんないですけど、ほんまにいい、もういいやつもういいやつ、結論、顔見たら分かるでしょ、もういいやつなんですよ、とにかく。なので今回ご紹介させていただきました。ぜひね SNS のこと、はい、まあ、フォローしていただいて見ていただけたらなと思います。それでは、はい、今日ありがとうございました。ありがとうございました。でもあれですから、お金じゃないですから、実はそう、お金じゃないです、本当に化けたお金のもあれですけど、お金じゃないです、お金じゃないですから、はい、だって彼女はね、あのアイドルはね、そうすごい人生送ってますから、自情年も波乱万丈の自情年なんてね、うん、書いたりしてますから、実際波乱万丈でしたもんね。そうですね、風邪ひいて、うん、医療保険使ってね、医療保険使ったり、はい、あとテレビ番組のレギュラー決まったりとかね、いろいろありましたから、まあ人生金じゃないですよ。でもまあ僕は幸せでした、はっきり言って。まあまあね、でも最後あれ、最初かな、これ取れ、のアイドル取れ、アイドルですか、アイドルですか、ドベでしょ、ドベのアイドル、ドベのアイドルでしょ、ドベのアイドルでしょ、ドベのアイドルでいいんですか。
はい、ご苦労さーん。